party, come move around, look fresh, fresh when you...エグザイルピースコーナーなんかヤンキーとかこういうのアワスとはアワ我々のっていうのアワとかビールのアワを書くと思って、入りましょう。おしゃれやね。見たことない。ないね。週休6日かいいな、美味しい。週休6日か、うん、これ可愛くない？うん、可愛い。可愛い。うん、いいんじゃない？可愛い。これにするわ。なんか可愛い。いいじゃん。私のおすすめ、カープ、めっちゃ美味しそうだな。ベリーだって。すごい。合わなくない？可愛くないこれ。ビール。ビール。はい。ベルギー。ベルギーのビール。開けていい？どうぞ。すごい。一つでーす。うい。ん？あ、でも飲みにくいビールではない。本当。なんかよく考えたらクラフトビールっていうね、飲みづらいイメージない。ある。結構美味しい。へえ。ベリー？うん。なんかめっちゃ。あー、確かに。もうビールじゃない、ほぼ。可愛くない？はい。かわいそう。どうぞ。何食った今？ちゃんと大根でしょ。鶏の煮込みだって。プレプリって。うん。あっさり、めっちゃうまい。
それでビール行くんちゃう。口の中から消えてから飲みたい。流し込まんと。消えてから飲む派。ちゃんと別々で楽しむ。味わいたい。うまい、塩ラーメンみたいな。分かる。うま？うま。美味しかったけどさ。うん。腹減りすぎて。いや、わかる。このフードメニューをもう書き込む。牛丼かと思ったよ。おらん、そんなやつ。はよ、食べたすぎて、うん。落ち着きがなかったわ、俺らだけ。大人の飲み方ができてた。うん。行きますか。はい。怖いね。こっちはさ、ひらがんないのにさ、うん、こっちはアワーで。確かにね。上手にかけてます。お見事。お見事。星いくつ？星7。何個中？10。普通5？普通5や。なんかそれ何頼むの？ゆっくり食べたウニホーレンとオスプレイクって。チャンジャクティー。いいよ。ありがとうございます。おつでーす。ウニホーレンって広島やったら多分分かんないけど、広島やって感じ。広島じゃん。めっちゃ美味しくて、それがすごいね、美味しいよね、全部。こんだけメニューあるのもちょっと嬉しいね。すごいね。なんか健全な兆候への献立の方が見えるって。それをさ、家で真似したりするの？するね。なんかカキもらったらカキほうれん。ありがとうございます。あ、どうも。何にこのうまそうなの。うまい。出る。2秒遅かった。でも絶対美味しい。ちょっとこれだけでいこう。美味しい。美味しい。やば。うまっ。うまい。いい。なんか知らんけど絞っていい。いいよ。ついてるから。お、今のお前。これは醤油でしか映ってないんけど、控えめにしてしまった。ごめんなさい、ごめんなさい。私はこれで。でしか映ってない。食べます。うまい。うまい。ね、だってウニホールの味を覚えた。これは子供の味ではないよ。うん、美味しい。なんだろう。フルーツチューハイとか。おー、いいじゃん。変わったの失礼よ。これはじゃあボルドリーティーシラアンドカベルネーション。遊び好きやん。意味が分かる。ボルトリーシラー&カベルネは遊びすぎてもう一周回って意味わかんないよ。すいません、はい、レモンサワーとレモンサワーフルーツ酢チューハイ。はい、ありがとうございます。それお腹がいっぱいなんすよ。パンパン。美味しいけど入らん。
目の前でめっちゃお好み焼き焼いてるね。すごい。大石は実はお好み焼き屋さんなので、お好み焼きが食べたいって言ってるようになってたら、人生で最後の一回も。こんな美味しい。だってお好み焼きやばい。すごいね、色がワインみたい。うまそう、うん、頼む。知ってるよ、これ1枚は食える。絶対に無理。お持ち帰りできない。食べるよ。できる。今度ホットケーキ持って帰ったことあるよ。そう、食べて、うん、食べてたよ、意気揚々と。意気揚々と、うん、絶対ない、うん、あるある。俺が意気揚々とホットケーキを食うことは一回もない。食うとしても渋々、意気揚々と食うことはない。もう飲みすぎました。飲みました。ごちそうさまでした。わごちそうさまでした。しました。まだ飲みます。